ちゃん。黒口です。神谷です。岩田です。以前アンダースローで痛くないっつって、うん、その原理をオーバーでやったら痛みないでっていう話だったんですよ、うん、まあ理論的にこう僕だいぶ理解したと思うんですけど、うん、多分ね実際やったらできないと思うんですまだ、うん、実際ちょっとシャドウで今回教えていただけたらなっていう。なるほど。ただでね、はい、あっす教えましょう。あっす皆さん、はい、これ何ずっと気になってた。何持ってんだろうと思って。これはあれだよ、まあここはこうだこうだっつってこう。あ、なるほどなるほど。いつったらやりやすいっすね。まあ邪魔そうだったらもう次回から使う。まずはアンダースロー、痛くないアンダースロー。まあ今のフォームはまあ痛くないんだよね。で、ちょっとじゃあ、オーバースローいきましょう。はい、悪いところを見つけづらいフォームではある。まあ、ちょっと強いて言うなら、まあ、滑舌がちょっと悪いぐらい。アンダースローの時と、上から投げた時の大きな違いは、はい、左肩の開き具合。開き、まあ、開き具合っていうか開くタイミングの問題だね。多分動画でちょっとこう比べてもらえば分かると思うんだけど、アンダースローの時ってこう出てきて、はい、右肩が出てきたところで最後左肩が開いて投げれてるんですよ、はい、なので投げれてます。オーバースローの時はこの位置から左肩を開いた先に開いて右肩を持ってきてる、はいはい、なのでどうしてもトップを作った位置から一瞬こっちの左肩がグッてこっち指導で入る分、一瞬やっぱねこのボールがクッて置いていかれるんですよ、はいはい、ほんのもうね2センチ3センチだと思う。だから動画でもしかしたら分かりづらいと思うけど、全体を見渡した時のこう見た感覚で分かってくれればいいと思うんだけど、だからどうしたらいいかっていう話なんだけど、まあ要は簡単に言うとこのオーバースローの時に左肩をグッて逃がしてるじゃん、はいはい、あれもしかしたらまあ、黒吉の編み出した工夫の一つかもしれないんだけど、逃がさずに右半身、はい、右半身指導で、はい、今まではこの左肩をグッと引いた、はい、引いた反動で出していただくと、はい、こっちが出る反動で左がグッて出るイメージ、はい、まあちょっと逆にこれこっちやからこっちでもいいかもしれない。全然いい。左半身、ね、はい、に関しては結構こっち軸でこう回すイメージで投げてるんだけど、はい、右半身指導で左が動くイメージ。左肩落とさずに、なるべく落とさずに、はい、もうそっからも右上げてきた状態で、で、はい、右出してきてね、大げさに言うとこういうイメージ、うん、でフォロー数がつく。まあそうですね。でも確かにイメージはでもそうです。うん、ありがとう。そう、あ、残すっていう難しい。だからグローブの使い方だけで言ったらちょっとブロック気味、この木邪魔なの。やっぱり全然違うんですよ。日本キッチンよく迷ってたんですね。今はさ、左グローブをグーって肩を引くよね、はい、まあこれ基本としては全然あるよ、はい、よく言うじゃん、左肩と右肩を入れ替えろって、はい、でもそれ入れ替える動きの中でどっち指導かっていう問題の話、はい、左肩を引いた反動で右が出るのか、右肩を出した反動で左が下がるのか、なるほど、っていうイメージかな、分かりやすく言うと、はい、黒吉の場合は前者なので、うん、どちらかというと右が
出るハンドで左が引かれるイメージ。これちょっと大げさだけどね。こうなのでグローブに関してはこう引かずにこっからここに持ってくるイメージで投げたらいいんじゃないですか。やっぱりちょっとこの辺で的を作って、うん、そこをこう入れ替える。そうこれとこれで、ここでこの位置でも大福掴んで、はい、大福あるのに、はい、大福もらったら自分でも隠しちゃう、はい、自分の懐に。ああなるほど。そうそう、なるほど。それでちょっと振ってみようか。肩を左肩をなるべく引かないように振ってみて。そう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 、あのどうしてもね右肩を前に出すから、はい、結果的に肩は、左肩は回るんだけど、意図的に回さなくていい。はい、今振っててどうよ。いや、楽です。楽だよね。じゃあちょっとアンダースローやってるよ。腕が下から上がっていくときに、もうじゃ左肩邪魔だから勝手にこう上がってるだけの話で。こうしてるわ。でも上から投げるときって、左肩を引いてもう、はい、こんな。こんななってでしょ、はい、そこちょっとやってみたらどうする。いや、今の、はい、まあ、利き手とか関係なく人によっては、まあ、バッティングでもそうなんだけど、はい、右バッターの場合ね、左手でこう押す、あの押すっていう理論を持ってるっていう人とさ、うん、右手で押し込むっていう、うんうん、違うでしょ、はい、だからどっちかというとそれで例えると黒吉は左でバットをグッて持っていってたけど、実は右手で押すタイプの方が打球飛ぶよ、飛ぶタイプだよっていう意味、イメージかな。アンダー確かにコース、うん、そうそう、めっちゃ納得っすわ。ただそれだけなんだと思うんです、うん、だって結局肩を回すんだから多少その負担のかかる筋肉は違えど上と下だからね。だけど結局肩関節を動かすわけだから、基本的には肩の筋肉、使ってる筋肉は同じでしょ、はい、ってことは、角度の問題ではないかな。あとじゃあ、600球ぐらいシャドウしてみて。そう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 。ああ、うん、いいっすね。てか、そう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 。いいっすね。うん。いいっすね。うん。治ったね。あるよ、これ。ある。あります。あります。僕のパターンということで、うん、まあ、左手がちょっと開きやすい人は左手をここに置いて引くというよりかは胸とか、まあ、左の胸かな、うん、でちょっと押さえる感じか、あとは右膝とか股関節で回るという。そうだね、確かにこうやったら右手とも出るか、うん、出てくるよね。高さとかこのグロ左のグラブの位置って結構こだわってる選手、あのプロ野球選手多いんですよ。だけど引くとか引き方とか引く角度って俺あんまりこれはないかなって思うんだよね。でも出そうとするとその癖出ちゃう人、ちょっと草野球人特に多いですよね。左肩引いたことで出そうとする。だって引く力よりも押す力の方が絶対強いよね。だってボールは前に投げるんだから。うん。なるほど。まあそうっす。まあ結構だからいるんですよ。いや多いと思います。多い、本当多い、はい、うん。やっぱこう左肩と右肩を入れ替えるだけだよって教えたりとか、うん、この引く力の反動で投げるんだよって。俺さっき大福掴んでた。いや大福優しいですよ。なんで大福かわかんないです。強くギュッて握ってあんこ出るでしょ。あ、詰めちゃうからです。そう、だいぶ掴む程度の感じでいいよっていう。これは深いでしょ。深いです。もしくは甘いでしょ。甘いっす。そんな感じです。そうっす。まあちょっとターゲットを作るっていうのは、うん、大事大事。はい。逆に開いてない人もやってみてもいいかもしれないですね、うん、これに関しては。そうそうそう。あとで高い低いまっすぐ、これも人それぞれな、うん、はい、千賀選手なんかは去年は上げたらって、そうですね、ひねりますよね。そう、上げることで良くなったって、うん、ちらーっと言ってましたよ。うん、人それぞれ。そう、人それぞれ。それは自分に合ったものを見つけるっていうのが
まあ、成長の近道だと思います、ね、はい、ちょっと僕を題材に試してみようと思います、うん、このパターン、このパターン、このパターン、うん、今後、はい、そう、ちょっとそれを皆さんにもこう真似していただいて、うん、そうですね、合うやつを見つけてもらえればなと、うん、はい、思います、まあ、その中で、こんなんどうですかっていうのを動画を送ってもらってもいいんで、あ、そうですね、はい、はい、ということで、はい、ぜひ皆さん試してみてください。それでは今回の動画もチャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではハハ